1952年の HWM 製フォーミュラ2マシンカーシャムウォルトンモータースはイギリスのレーシングカーコンストラクターアストン・マーティンの世界最古の代理店でもあるコンストラクターとしては1950年から1953年にかけてのフォーミュラ2と1954年のフォーミュラ1参戦でよく知られる後のオーナーである ジョージアベカシスとジョンヒースは1946年から共にレースに参戦し、1948年にはアルタ製のエンジンを搭載した流線型のスポーツカーを製作、ウォルトン・ウォン・テムズを拠点として活動を始めた。1948年に製作した車は彼らを勇気づける結果をもたらし、 その後に製作された新車は HW アルタとして1949年のレースに参加した。この車も翌年の F2 シーズンに参戦するためのパートナーを説得するのに十分な結果をあげた。これらの車は HWMS としてよく知られた。1950年から1952年まで HWM は会議のすべてのレースで輝かしい結果をあげ、 わずかな予算で、著しい成功を達成した。1953年に、彼らは、会2から除外されたが、翌54年に、国際フォーミュラの規定が変更され、ジョン・ヒースは、会1で戦うためのマシンを製作した。しかしながらそのマシンは戦闘力に欠け、HWM は2戦に参戦しただけでそのマシンを放棄した。一方、ジャガーエンジンを搭載した。 HWM のスポーツカーは1953年に初めて登場し、ジョージアベカシスのドライブでいくつかの成功を収めた。その後1957年までチームはイギリス及びヨーロッパ大陸でのスポーツカーレースに参加し、しばしばジャガーやアストン・マーティンのワークスマシンを打ち破った。1956年のミレ・ミリアでジョン・ヒースが HWM のワークスマシンで 事故死した後、アベカシスはワークスとしての活動を望まず、活動はちょうど1年で終了した。HWM は現在、ジョージアベカシスのビジネスパートナーであるマイク・ハーティングと彼の家族が所有している。HWM は、HWM アストン・マーティンと、HWM アルファロメオを販売し、アストン・マーティン及びアルファロメオのディーラーである。HWM 製スポーツカー。 ありがとうございます。